エペソ人への手紙第1章。神の御旨によるキリストイエスの使徒パウロから、エペソにいるキリストイエスにあって忠実な生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。褒むべきかな、私たちの主イエスキリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、御前に清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエスキリストによって神の子たる身分を授けるようにと、御旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえに、その血による贖い、すなわち罪過の許しを受けたのである。神はその恵みをさらに増し加えて、あらゆる知恵と悟りとを私たちに賜り、御旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。それは時の満ちるに及んで実現されるご計画に他ならない。それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたのである。私たちは御旨の欲するままにすべてのことをなさる方の目的のもとに、キリストにあってあらかじめ定められ、神の民として選ばれたのである。それは早くからキリストに望みを置いている私たちが、神の栄光を褒めたたえるものとなるためである。あなた方もまた、キリストにあって、真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の証印をされたのである。この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、やがて神につけるものが全くあがなわれ、神の栄光を褒めたたえるに至るためである。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを耳にし、私の祈りの旅ごとにあなた方を覚えて、絶えずあなた方のために感謝している。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、知恵と啓示との霊をあなた方に賜って神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されて抱いている望みがどんなものであるか、生徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈っている。神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右に座せしめ、彼をすべての支配、権威、権力、権勢の上に置き、またこの世ばかりでなく、来るべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれたのである。そして万物をキリストの足の下に従わせ、彼を万物の上に頭として教会に与えられた。この教会はキリストの体であって、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方が満ち満ちているものに他ならない。エペソ人への手紙第2章。さてあなた方は、先には自分の罪過と罪とによって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い、空中の権を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆、かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。しかるに憐れみに富む神は、私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、罪過によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき世々に示すためであった。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。私たちは神の作品であって、良い行いをするように、キリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにと、
あらかじめ備えてくださったのである。だから記憶しておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であって、手で行った肉の割礼あるものと称せられる人々からは、無割礼のものと呼ばれており、またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中で希望もなく、神もないものであった。ところがあなた方は、このように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。それから彼は来られた上で遠く離れているあなた方に平和を述べ伝え、また近くにいる者たちにも平和を述べ伝えられたのである。というのは彼によって私たち両方のものが一つの御霊の中にあって父の身元に近づくことができるからである。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が住みの頭石である。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて、霊なる神の住まいとなるのである。エペソ人への手紙、第三章。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっているこのパウロ、私があなた方のために神から賜った恵みの務めについて、あなた方は確かに聞いたであろう。すなわち、すでに簡単に書き送ったように、私は啓示によって奥義を知らされたのである。あなた方はそれを読めば、キリストの奥義を私がどう理解しているかがわかる。この奥義は、今は御霊によって彼の聖なる使徒たちと預言者たちとに啓示されているが、前の時代には人の子らに対してそのように知らされてはいなかったのである。それは異邦人が福音によりキリストイエスにあって私たちと共に神の国を継ぐものとなり、共に一つの体となり、共に約束に預かるものとなることである。私は神の力が私に働いて、自分に与えられた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのである。すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に、世々隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今、天上にある諸々の支配や権威が、教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。この主キリストにあって私たちは彼に対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができるのである。だからあなた方のために私が受けている患難を見て落胆しないでいてもらいたい。私の患難はあなた方の光栄なのである。こういうわけで私は膝をかがめて天上にあり地上にあって父と呼ばれているあらゆるものの源なる父に祈る。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力をもってあなた方の内なる人を強くしてくださるように。また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし、愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもって、あなた方が満たされるようにと祈る。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが求め、また思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださることができる方に、教会により、またキリストイエスによって、栄光がよよ限りなくあるように。アーメン。エペソ人への手紙、第四章。さて、主にある囚人である私はあなた方に勧める。
あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚で、かつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは、一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます、すべてのものの父なる神は一つである。しかし、キリストから賜る賜物の計りに従って、私たち一人一人に恵みが与えられている。そこでこう言われている。彼は高いところに登ったとき、虜を捕らえて引き受き、人々に賜物を分け与えた。さて、登ったという以上、また地下の低い底にも降りてこられたわけではないか。降りてこられた者自身は、同時にあらゆるものに満ちるために、もろもろの天の上にまで登られた方なのである。そして彼は、ある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。また、キリストをもといとして、全身はすべての節々の助けにより、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、体を成長させ、愛のうちに育てられていくのである。そこで私は主にあっておごそかに進める。あなた方は今後、異邦人が虚しい心で歩いているように歩いてはならない。彼らの知力は暗くなり、その内なる無知と心の硬化とにより、神の命から遠く離れ、自ら無感覚になって、欲しいままにあらゆる不潔な行いをして、放縦に身を委ねている。しかしあなた方は、そのようにキリストに学んだのではなかった。あなた方は確かに彼に聞き、彼にあって教えられて、イエスにある真理をそのまま学んだはずである。すなわち、あなた方は以前の生活に属する情欲に迷って滅びゆく古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、真の義と聖徒を備えた神にかたどって作られた新しき人を着るべきである。こういうわけだから、あなた方は偽りを捨てて、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちはお互いの死体なのであるから。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。また悪魔に機会を与えてはいけない。盗んだものは今後盗んではならない。むしろ貧しい人々に分け与えるようになるために自分の手で正当な働きをしなさい。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。必要があれば人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って聞いている者の益になるようにしなさい。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は、贖いの日のために、聖霊の勝因を受けたのである。すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く、憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。エペソ人への手紙、第五章。こうしてあなた方は神に愛されている子供として神に習うものになりなさい。また愛のうちを歩きなさい。キリストもあなた方を愛してくださって、私たちのためにご自身を神への芳しい香りの捧げ物、また生贄として捧げられたのである。また不貧困といろいろな汚れや貪欲などを生徒にふさわしくあなた方の間では口にすることさえしてはならない。また、卑しい言葉と愚かな話やみだらな冗談を避けなさい。これらはよろしくないことである。それよりはむしろ感謝を捧げなさい。あなた方はよく知っておかねばならない。すべて不貧困なもの、汚れたことをするもの、貪欲なもの、すなわち偶像を礼拝するものは、キリストと神との国を継ぐことができない。あなた方は誰にも不誠実な言葉で騙されてはいけない。これらのことから、神の怒りは不従順の子らに下るのである。
だから彼らの仲間になってはいけない。あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって光となっている。光の子らしく歩きなさい。光はあらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである。主に喜ばれるものが何であるかをわきまえ知りなさい。実を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。彼らが隠れて行っていることは、口にするだけでも恥ずかしいことである。しかし、光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものは皆、光となるのである。だからこう書いてある。眠っている者よ、起きなさい。死人の中から立ち上がりなさい。そうすればキリストがあなたを照らすであろう。そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くない者のようにではなく、賢い者のように歩き、今の時を生かして持ちなさい。今は悪い時代なのである。だから愚かな者にならないで、主の御旨が何であるかを悟りなさい。酒に酔ってはいけない。それは乱行のもとである。むしろ御霊に満たされて、詩と賛美と霊の歌とを持って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そしてすべてのことにつき、いつも私たちの主イエス・キリストの御名によって父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って互いに仕え合うべきである。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、また、シミもシワも、その類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。それと同じく、夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのである。自分自身を憎んだ者は、未だかつて一人もいない。かえってキリストが教会になさったようにして、己を育て養うのが常である。私たちはキリストの体の主体なのである。それゆえに、人は父母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。この奥義は大きい。それはキリストと教会とを指している。いずれにしても、あなた方はそれぞれ、自分の妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた、夫を敬いなさい。エペソ人への手紙、第六章。子たる者よ、主にあって良心に従いなさい。これは正しいことである。あなたの父と母とを敬え。これが第一の戒めであって、次の約束がそれについている。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きながらえるであろう。父たる者よ、子供を怒らせないで、主の薫陶と薫戒とによって彼らを育てなさい。しもべたる者よ、キリストに従うように、恐れおののきつつ、真心を込めて、肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして、目先だけの務めをするのでなく、キリストのしもべとして、心から神の御旨を行い、人にではなく、主に仕えるように、心よく仕えなさい。あなた方が知っている通り、誰でも良いことを行えば、しもべであれ、自由人であれ、それに相当する報いを、それぞれ主から受けるであろう。主人たる者よ、しもべたちに対して同様にしなさい。脅すことをしてはならない。あなた方が知っている通り、彼らとあなた方との主は天にいますのであり、かつ人を偏り見ることをなさらないのである。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから、悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために、神の武具を身につけなさい。すなわち、立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。
絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。また私が口を開く時に語るべき言葉を賜り、大胆に福音の奥義を明らかに示しうるように、私のためにも祈ってほしい。私はこの福音のための施設であり、そして鎖につながれているのであるが、つながれていても語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしい。私がどういう様子か、何をしているかをあなた方に知ってもらうために、主にあって忠実に仕えている愛する兄弟テキコが一切のことを報告するであろう。彼をあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるようになるためなのである。父なる神と私たちの主イエス・キリストから、平安並びに信仰に伴う愛が兄弟たちにあるように、変わらない真実をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人々に恵みがあるように。